はい、本日は認知症と向き合う高齢社会実現会議、初めての会合を開かせていただきました。認知症の方、ご本人およびそのご家族などさまざまな関係者の皆様方に、ご参加をいただきました。そして幅広い立場で、ご支援の皆様方から貴重なご意見をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。この皆様方のご意見は今後、十分に、政策等に反映させていただきたいと思っておりますが、本日はひとまず3点申し上げさせていただきたいと思います。まず第一に、一昨日、レカネマブが薬事承認されました。これは画期的な新薬であり、認知症の治療は新たな時代を迎えました。しかし、治療対象の患者が限られているなど課題もあります。まずはこの新薬へのアクセスや、投与後のモニタリング等が適切に、この確保されるように、必要な検査体制、また医療提供体制の整備について、厚生労働大臣に、検討を進めてもらいたいと思います。そして第2に、治療薬の開発、これは引き続き推進する必要があります。国際競争が激化する中、我が国のリードを広げるべく、認知症、脳神経疾患研究開発イニシアティブについて、健康医療戦略担当大臣において、具体的な検討を進めていただきたいと思います。併せて高額医療品について国民、皆保険の持続性等イノベーションの推進の立ち この両立の観点から、薬価制度の改革を含めた対応を、厚生労働大臣中心に検討してもらいたいと思います。そして3点目は、岸田政権では安心して年を重ねることができる高齢社会づくり、これを進めてまいります。身寄りのない方を含め、認知症になったとしても安心できる、このためには身元保証等の課題、これを解決していかなければなりません。厚生労働大臣において実態把握、そして課題の整理、これを進めていただきたいと思います。そしてそれとともに官房長官を中心として課題解決に向けた省庁横断の体制、これを構築させて、いただきたいと思っています。そして、今日もこれ以外にもですね、さまざまな、この貴重な、ご意見やご指摘をいただきました。今申し上げた3点に限らず、この緊急的に対応すべきものについては、来月をめどに、この経済対策を取りまとめることにしておりますが、その中にもぜひ反映させたいと考えております。引き続き厚生委員の皆様からご意見を伺い、年末に向けて議論を深めていただき、この認知症基本法の施行に先立って意見の取りまとめを行いたいと考えておりますので、今後とも厚生委員の皆様方および関係大臣におかれましてはご協力をお願いしたいと思います。改めて今日もご協力いただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではプレスの方